はい、旬な人占い、はい、昨日の続きでございます。はいはい、菅田将暉、七尾、真相を占う。はい、ああそうですね、実際付き合ってるのかどうかと、うん、まあ、こういう真相を占おうじゃないかと。先生が言うにはね、昨日言ってたのはもう相性はバッチリだと。そうなんですよ、はい、だから、まあ、相性いいと、お互いの運気上げるから、うん、例えばこれで付き合った報道が出たとしてもですね、なんかその人気に陰りが出るとかね、うん、そういうことはないんじゃないかなと。まあ、それがまず相性の良さってものなわけなんですよ。お互いにね、いいんであれば。ただこれでこう付き合っていたとして、はい、ちゃんとそれがこう、まあ、成就するか、この場合のまあ大体恋愛の成就って結婚の話になったりするわけですけれども、まあ、どういうふうに進展していくかというところが、まあ、ファンの皆さん気になるところでしょうし、はい、まあ、そもそも付き合っているのかと、というところなわけですよね。はい、で、こういう件はまた例によって益を立てております。はい、はい、で、今回益の件がですね、うん、はい、こうやって、はい、完全勝訴。勝訴。いやいや、違う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 。こちら、はい、こういう毛が出ました。はい、これ福っていう、復活の福っていう毛なんですよ。で福の、まあ、陸語っていうその5番目にポイントがあるぞっていうことなんですが、うん、ここにですね、まあ、おみくじの文句みたいにこれが出たらどういう意味なのっていうのがここにこうあるんですけれども、はい、これ帰るに熱しって読むんですよね。でこの熱いっていうのはまあ、誠実であるとか真面目であるとかそういった意味で、うん、戻るのに、真面目で、悔いはないよと、これないっていう字なんですけどね、悔いることないよという形になっていると。そうするとね、うん、まず大原則として恋愛とか結婚を占った時にこの福っていう毛はですね、はい、再びっていう毛なんですよ、うん、だからよく言われるのが再婚の人を占ってこれが出た時には2度目のチャンスだから OK だと。でも初めて同士の場合にこれが出ると、うん、この結婚は2度になるよって福になっちゃうよって意味になるので、うん、あんまり良いと見ない毛なんですね。で今回もそのこれが福が出たということは、はい、残念ながらあんまり、とね、円満成就しないんじゃないかなというね、毛になってしまったわけなんですよ、はい、ただその時に、帰るに熱しっていうその誠実だよっていうのがあるのでね、これ一遍例えば途中で破局報道みたいなのがあるんだけど、うん、またもう一遍くっついてそれでめでたしめでたしになるっていう組み合わせなのではないかなというふうに考えられるんですね。うーん、でそれが下から5番目に出てると5っていう数字がキーになりますので、はい、まあ、年単位で言ったら5年後っていうのになるし、うん、もうちょっと小さく考えると5ヶ月目ぐらいのところで一遍なんかダメになった報道とか出るんじゃないかなと。でもそれ乗り越えていけるんじゃないかなみたいな感じの毛なんですよ。なるほどね。なんか、だから須田くんが、須田さんが、はいはい、ちょっとまあ、お若いですもんね、まだいくらなんでも、ま、25?4、5、そう、そんなもんですよね、多分ね。あ、そうですよね、まあ、ね、結婚とかっていうのはなんか、ね、まだまだね、だから、うん、で、面白かったのが最初に出てる毛がね、これ上にこう、地と雷っていう毛、まあ、第一と雷っていう毛なんですが、うん、上の毛がね年上の女を表していて、下が年下の男を表してるんですよ、うん、で、あ、ぴったりじゃねえかって組み合わせが出てたわけなんですよ、はい、でしかもその場合に下から5番目のここに動きや変化があるよ、ポイントがあるよっていうことは、彼女側の方の要因で一変なんかこう破局するんじゃないかなみたいなイメージだったんですね。うん、でも、まあ、その後また復縁するのではないかなというふうに見られましたので、ファンの皆さんはですね、うん、昨日言ったようにこの組み合わせはとてもいい組み合わせですので、安心して、見守っていただきたいなというふうに思います。なるほど、うん、どうですか長谷川さんとして七尾ファンですか？七尾ファンっていうほどではないですけども、ええ、でもまあすごいお綺麗な方でね、もう自慢、あの方がね、彼女だとか奥さんとかもう自慢ですよね、じゃないですか。で、あえてこう女優さんたちの中では、うん、悪役の似合う女ってこう自称も多少もされてるじゃないですか。はいはいはい、きつい感じが似合うよっていうふうによく言われてますよね、で、まあ福田君もほらね、若くて実力派じゃないですか、うん、まあその意味ではね、だからもうかなりのビッグカップルというかですよね、はい、あと話題性はもう抜群ですけどね、うん、なんか番組かなんかでね、共演したかなんかで仲良くなったみたいなことはちょっと記事で読みましたけど。あ、そうなんだ、そういうことがあるんですね。ねえ、瀬川さん、誰と共演してますか？はい、いや、誰とも共演してないから、まあ、これから期待しつつ、はい、はい、ということで、温かく見守っていただきたいと思います。はい、ありがとうございました、はい、以上です。